ミロスラフクローゼは、ポーランドオポーレ出身の元サッカー選手。現役時代のポジションは FW。サッカーの指導者でもあり、現在は f c バイエルンミュンヘントップチームのアシスタントコーチを務めている。ポーランド語の表記法では、ミロスラフクローゼ。愛称はミロ。FIFA フフワールドカップでの歴代最多の通算得点数の記録を持っている。また、 ドイツ代表での出場試合数は歴代2位。得点数は歴代最多。ポーランドシレジアのオポーレで生まれた。父はアージオセールなどでプレーし、ポーランド代表経験も持つ元サッカー選手ユゼフ・クローゼ。母はポーランド代表で82試合出場した元ハンドボール選手バルバラ・イエージュ。妻はポーランド出身のポーランド人。祖父のエルビン・クローゼは シレジア地方出身のドイツ人で第二次大戦後にシレジアがドイツ領からポーランド領となってからもそのまま定住した。家庭ではドイツ語でなくポーランド語で話している。若い頃に大工の資格を取得しておりアルバイト経験もある。9歳でドイツに移住し7ナナブリーグに所属する小さなクラブブラウバッハディーデルコップフや FC ホンブルクでアマチュア時代を過ごす。 1999年に、ブンデスリーガ1、FC カイザースラウテルンのサテライトチームに移籍し、2000年4月にプロデビュー。翌シーズンには、計11得点を挙げた。2001年2シーズンには16得点の成績で、チームは UEFA カップ準決勝まで進出した。2002から2003、2003から2004シーズンは、少し調子を落としたが、一定の成績は残した。 2004年7月1日に移籍金500万ユーロで、ベルダーブレーメンへ移籍するとこれが転機となり、復活した。クロアチア代表のイバンクラスニッチと2トップを組み、2005から06シーズンには25得点を挙げ、ブンデスリーが得点王となった。チームは DFL リーガポカールで優勝した。ブレーメン時代2007年6月26日、移籍金1200万ユーロで、 バイエルミュンヘニへ移籍した。2007-08シーズンにチームは DFB ポカール優勝、ブンデスリーガ優勝、DFL リーガポカール優勝を果たした。2009から2010シーズンはマリオ・ゴメスが移籍してきたことや。しかしチームは DFL スーパーカップで優勝し、決勝で自身もゴールを決めた。2010から2011シーズンは出場機会が さらに減少し、リーグ戦での得点はわずか1点に終わった。2011年6月9日、契約期間満了で、バイエルンを退団、SS ラツヨへ移籍した。初の海外挑戦に対し不安の声も聞かれたが、すんなりとチームにフィットし、怪我での離脱がありながらもチームトップのリーグ戦13得点を記録した。活躍したことで、ラツヨファンからすぐに受け入れられたが、 10月16日の AS ローマ戦でクローゼがゴールを挙げて勝利すると一部の過激なラツヨファンが敬意を示すためにナチス式敬礼をして問題になるということもあった2012から2013シーズンでは2013年5月5日のボローニャ FC 戦でセリエ A では27年ぶりとなる1試合5ゴールを記録した最終的にリーグ戦15得点を記録した チームとしては、コッパイタリアで優勝した。2013から2014シーズンは、出場機会が少し減り、最終成績も7得点に止まった。ワールドカップ後の2014年7月22日に、突然、地元ドイツのビルトガミのインタビューに、来年の夏が引退の時と自ら引退を示唆する、発言をした。2014から2015シーズンは、 リーグ戦で13ゴール7アシスト、カップ戦6試合で3ゴール2アシストの成績を残した。2015から2016シーズンは計8得点を挙げた。2016年5月10日にラツヨはクローゼとトの契約を延長しないことを発表し、2015から2016シーズン終了後に契約満了に伴い対談した。またラツヨでの最後の試合となった5月15日の フィオレンティーナ戦では PK からゴールを挙げ、ラェオで通算64得点とし、クラブの外国人選手最多得点記録保持者となった。その後、現役続行の意思を示し、フルス・カイザース・ラウテルン復帰やアメリカ、中国といったヨーロッパ外など様々な遺跡オファーが報じられたが、同年11月1日にドイツサッカー連盟を通じて現役引退を発表した。 この選択について引退発表時にはこの数ヶ月指導者という新たな立場からピッチに立ちたいと思っていた。試合の流れを読み、緻密に準備し、戦術や戦力を発展させる。それは現役時代から考えていたよと明かしている。2000から2001シーズンに FW として一定の成績を残したことで2001年にポーランドとドイツ両代表から招集を受けるが、 クローゼはドイツ代表を選択。2001年3月24日のアルバニア戦で代表デビューを果たした。2002年 FIFA ワールドカップ日韓大会を控えた親善試合でハットトリックを2度達成して好調を維持。大会本番でも7試合5得点で得点ランク2位になり、ユルゲン・クリンスマン。 オリバー・ビアホフを継ぐドイツ代表のエースストライカーとしてドイツの準優勝に貢献した。2004年の UEFA ユーロ2004では代表チームに招集されたが怪我からの復帰直後で調子が上がらず2試合の出場で無得点に終わった。チームもグループステージで敗退した。2006年の FIFA ワールドカップドイツ大会でも7試合で5得点を決めて得点王となった。また、 得点以外の面でもスウェーデン戦でルーカス・ポドルスキの得点をアシストするなどの活躍を見せた。2008年の UEFA ユーロ2008にも出場し、準々決勝のポルトガル戦と準決勝のトルコ戦でゴールを決めた。決勝では無得点に終わり、チームも敗れた。2010年には自身3度目となる 2010FIFA ワールドカップに出場した。 若返ったチームの中でも活躍し、グループリーグ初戦のオーストラリア戦で得点を挙げ、3大会連続得点を記録した。第2戦のセルビア戦では2枚のイエローカードを受けて、前半で退場し、ドイツも敗れた。出場停止明けの決勝トーナメント1回戦、イングランド戦では、マヌエル・ヌヤーからのゴールキックを DF にセリ勝って、直接決め、先制点を挙げた。 代表通算100試合目の出場となった、準々決勝のアルゼンチン戦では2得点を挙げ、この時点で、ゲルトミュラーに並び、W 杯通算得点を歴代2位の14得点とした。その後、準決勝のスペイン戦は無得点、3位決定戦のウルグアイ戦は欠場した、ため大会通算4得点、W 杯歴代通算14得点で大会を終えた。 この大会で代表を引退すると宣言したが、その後、UEFA ユーロ2 0 1 2への正式召集が決定。会見で、自分は、まだ若いし、2014年まで十分にやっていける。と 2014FIFA ワールドカップへの参加を示唆する、発言をした。2011年2月10日のイタリアとの親善試合に、出場し代表出場試合数が106となり、 ユルゲンコーラーを抜き歴代単独3位となった。この試合では、通算59得点目となる先制点も挙げた。2012年の UEFA ユーロ2 0 1 2は、予選では出場した試合全てで得点したが、本戦では1ゴールに終わった。2013年9月6日の 2014FIFA ワールドカップ予選、オーストリア戦で、代表通算68得点目を挙げ、 ゲルト・ミューラーのドイツ代表歴代最多得点記録に並んだ。2014年6月6日、マインツで行われたアルメニアとの試合で、途中出場からゴールを決めて、ゲルト・ミューラーの記録を40年ぶりに塗り替えた。2014FIFA ワールドカップでは6月22日に行われた、グループリーグ第2戦のガーナ戦で、元ブラジル代表のロナウドと並ぶ FIFA ワールドカップ。 歴代通算最多タイのゴールを決めた。さらに7月9日の準決勝では、ブラジル戦で前半23分に右足でシュートを決め、以降6分間でドイツ代表が立て続きに3ゴールを奪うというドイツ圧勝への道筋をつけた。またこのゴールにより、ワールドカップ通算得点を16とし、歴代通算得点の記録を更新した。この記録はギネスに認定された。 決勝にも先発出場した。自身の得点はなかったが交代したマリオ・ゲッツェが決勝点を決め優勝を飾った。また、ワールドカップでの出場試合数が24になり、歴代2位となった。2014年8月11日、クローゼは代表引退を発表した。2014年9月3日には、デュッセルドルフで行われたアルゼンチンとの親善試合の一環として、 同じく代表引退を発表したフィリップ・ラームとペア、メルテ・ザッカーと共に功績を称えるセレモニーが行われた。2014FIFA ワールドカップ準決勝ブラジル戦でワールドカップ通算得点を更新し喜ぶクローゼ。引退発表時に今後は指導者の道を歩むと発言し、ドイツ代表のスタッフ入りも同時に発表された。2018FIFA ワールドカップでは、 ドイツ代表のコーチングスタッフを務めた。2018年5月11日、FC バイエルンミュンヘンと U-17 チームの監督としての2年契約に合意した。2020年7月より1年契約でバイエルントップチームのアシスタントコーチに就任。驚異的な得点能力を誇っているが、フィニッシュのバリエーションは決して多くない。代表として、 歴代最多の71得点を挙げているが、ペナルティーエリア外から決めたシュートは一つもない。得意のヘディングか、ダイレクトシュートでネットを揺さぶった回数が極端に多く、全体の約8割に当たる56ゴールをワンタッチで記録している。それでも偉大な金字道を打ち立てられたのは、絶妙な動き出しやポジショニング、卓越したフィニッシュなど磨き上げた技能があるからで、 中でもゴール前での抜群の嗅覚は年齢を重ねるごとに研ぎ澄まされていった。また、それらのテクニックを自身の得点だけでなく、味方の得点にも活かす判断力を持っていた。代表での活躍があまりに印象的で代表戦と一部で言われるが、クラブにおいても安定した成績を残している。FIFA ワールドカップでの得点クラブブレーメンバイエルンミュンヘンに S ラツヨ。 代表ドイツ代表個人、ありがとうございます。